ヘルマン・ベルンハルト・ラムケは、第二次世界大戦時のドイツ空軍の、高架両兵部隊の将軍である。彼はわずか27名にしか授与されなかった、白洋、剣、ダイヤモンド付き施鉄十字勲章の受勲者である。ラムケは、シュレースビヒの農家に生まれた。1905年に彼は、ドイツ帝国海軍に入隊し、第一次世界大戦中は、西部戦線の主にフランドルで、 海軍不評の一員として戦った。ラムケは1914年には二級鉄十字章を、後に一級鉄十字章を授かった。イギリス軍による三回の攻撃を防いだ選考に、対して、ラムケは、ドイツ帝国では、歌詞館、兵卒に与えられる、最高位の勲章である、プロシア金十字章を塾診士,士官に任せられた。1918年ラムケは、 海軍将尉になり、九戦協定までには注意に昇進していた。1919年に、ラムケは、西方ロシア軍と呼ばれる、組織の一員として、バルト地域で、ボリシェビキと戦っていた。彼は、バイマル共和国軍に採用され、ドイツ国防軍でも昇進し続け、1937年には、中佐になっていた。高下両兵を越兵する。 ラムケ1940年7月19日ラムケは、クルトシュテュデント指揮下の第7航空師団へ移動になり、大佐に昇進した。51歳という年齢で彼は、高架両兵資格取得コースを修了した。1941年5月師団本部と共に、計画を作成し、自らもクレタ島への空艇攻撃のメルクール作戦に参加した。ラムケは、 第一降下突撃連隊と西部攻撃グループを指揮した。成功は下が高い犠牲を伴ったクレタでの勝利の、あと、いくつかの降下量兵部隊の残余要員で臨時の旅団が編成され、ラム家にこの指揮が任された。1941年7月22日ラム家は少々に昇進した。1942年に降下量兵旅団アフリカは北アフリカに送られ、 エルビン・ロンメルのアフリカ軍団に合流した。7月に、旅団は、ラムケ高下両兵旅団と改名され、スエズ運河への攻勢に当てられたが、この攻勢が頓挫するとエルアラメインの戦いに、投入された。部隊は、第2次、エルアラメインの戦いの英軍の攻撃を直接には、受けなかったが、すぐに熾烈な戦いに巻き込まれた。アフリカ軍団の撤退の間、 旅団は包囲され、旅団自身の輸送手段を持っていなかったため、軍団司令部には損失扱いにされていた。しかし、降伏するどころから向けの部隊は、約450名の損失を出しながらも、英軍の包囲網を買いくぐりにしを目指した。間もなく彼らは、英軍の補給部隊の車列を捕獲し、トラックばかりでなく食料、タバコ、その他の贅沢品を入手した。 1942年12月暮れに約600名の高架領兵がアフリカ軍団に再合流した。ラムケはドイツに送還され、そこで騎士鉄十字章に白用を追加塾にした。1943年中将となったラムケは第二高架領兵師団の師団長になった。師団はイタリアが連合国側につかないようするために、 彼の地のドイツ軍の補強のためにイタリアに配備された。1943年9月8日イタリアは連合国との休戦協定に調印した。師団は他のドイツ軍物体と共にイタリア国内の支配権を握るためのアクス作戦に参加した。ラムケは師団を率いてローマを強襲し、2日後には町を確保した。しばらくの間師団はイタリアに 配備されていたが、この期間に、ラム家は、連合軍の戦闘爆撃機の攻撃により乗車が、道路から飛び出したことにより怪我を負った。1944年初めに、ラム家は、師団の指揮に戻った。この時点で、第二高下両編師団は、ブルク川地域からの撤退の間、東部戦線で戦っていた。この期間中に彼は、病気になり、治療のために、 ドイツに構想されていた。1944年5月ラムケは再び、ケルン近郊の第2高架量兵士団の再編成を監督するために指揮を引き受けた。6月6日のノルマンディ上陸作戦の後、第2高架量兵士団は、フランスのブルターニュ地域へ送られ、ブレストの防衛に就いた。コブラ作戦後に、ノルマンディから、 連合軍の包囲網が伸びており、ミドルトン少々のアメリカ第8軍がノルマンディから、左方へ進出して、ブルターニュ地域を攻撃した。域内のドイツ防衛陣はブレストに交代し、ラムケは、守備隊の指揮を任された。彼は、空軍降下両兵、陸軍、海軍合わせて、 約4万名のドイツ軍守備隊を指揮して8月11日から9月19日まで、ブレスト防衛戦を戦った。が、徹底抗戦の末に降伏した時点でまだ戦う、能力を残していたのは、司令部だけであった。同日、ラムケは、白洋付き支鉄十字勲章に剣とダイヤモンドを追加塾にした。ラムケは当初、戦争捕虜として、 アメリカ合衆国に移送され後に英国とフランスに移された。キャンプ・クリントンに収容されている間、彼はドイツに厳しい扱いをしようとする、猛言想プランに抵抗する手紙を書いた。彼は、監視の手から手紙を守るために収容所を抜け出し、近隣の町で手紙を投函し、捕まることなく、収容所に戻ってきた。1951年に、ラムケは、 フランスで戦争犯罪の罪で訴追されたが、なんとか囚われの身から西ドイツに逃げ戻った。その後彼は自発的にフランスに戻り、法廷で5年間の禁錮刑を宣告されたが、すでに収監されていた期間を考慮され3ヶ月後に釈放された。釈放後、ラムケは西ドイツに戻り1968年7月4日にカッペルンで死去した。 ラムケは二冊の自伝を執筆し一冊は戦争中に、もう一冊は1951年に出版された。囚われている間のラムケの唯一の望みは、部下達が正当な扱いを受けることであった。ラムケは常に部下達から親愛の情を込めて、パパと呼ばれた。ありがとうございます。